セーザリ・アントー・ノビチ・キュイは、ロシアの作曲家、音楽評論家、軍人で、ロシア5人組の一人である。民族的には、ロシア人ではなく、母はリトアニア人、父が、フランス人の根結である。作曲者自身の用いたフランス語表記に従って、セザール・キュイと呼ばれることが多い。10曲のオペラを残したほか、ピアノ曲、25の前奏曲など素朴な作品もある。 五人組の中では長寿に恵まれ、膨大な作品数を残した。実践的な軍事教練の専門家として著名で、ありながら、余儀で、精力的に作曲活動を続けた。同時に、辛辣で、攻撃的な音楽評論家としても活躍した。このため、ロシア学団内で人望がなかったが、没年まで作曲を続けた。ロシア国内においても、 全集編さんの話はなく、出版された全作品が、ライル・ネフの手によって回収できたのは20世紀末に入ってからである。セーザリウスイコールベニアミヌスキュ位として、ロシア帝国、ビリニウスに生まれる。実家はローマカトリックシントで、9位は5人兄弟の抜子であった。フランス出身の父アントワーヌは、ナポレオン軍の兵卒として、ロシア帝国からの配送中に、 ビリニュースにいつき、地元の女性ユリア・グチャビチと結婚した。このような多民族的な環境の下でキュイは生育し、フランス語、ロシア語、ポーランド語、リトアニア語を習得する。まだギムナジウムを卒業する前の1850年に、高科学校への受験の準備のためサンクトペテルブルクに上京し、翌年16歳で入学を果たす。 ニコライエフスキー工学アカデミーに進んだ後、ホルイ建築術の指南役として1857年に軍役に就く。数十年にわたって数多くの門邸を育成し、その中にはニコライ二世のように皇族ロマノフ家の一員も含まれていた。ホルイ建築の専門家としてペテルブルクの三つの陸軍士官学校で教団に立ち、1880年に教授の 1906年には、公平大将の肩書きを得た。旧位のホルイ建築の研究は、ロト戦争の最前線の任務についた成果であり、旧位の活動の中で最も重要なものであった。ホルイ建築術に関する旧位の著作は、数多く、幅広く利用され、版を重ねた教科書も含まれている。ロシア国内における、軍事教育家としての尊敬に値する業績の、反面、 西欧では、キュイは、余義の作曲活動によって知られていた。少年時代に、ビリニュースでピアノを始めて、ショパンの作品を学び、14歳で最初の作曲を始めた。ペテルブルクに送られる数ヶ月前に、当時ビリニュース在住であった、ポーランド人作曲家、モニューシュコに、音楽理論の手ほどきを受けている。キュイの音楽の方向は、1856年に、 バラキレフとの出会いによって変化し始め、一層真剣に音楽に関心を寄せてゆく。1859年12月14日に、アントン・ルビンシテイン式のもと、ロシア音楽協会サンクトペテルブルクシブの参上を得て、上演された還元楽曲スキルツを作品1によって、作曲家としての公的なデビューを果たす。1869年には、 ハインリヒハイネの悲劇に基づく9位の歌劇、ウィリアム・ラト・クリフの初演が行われたが、8度の上演をもってしても成功には至らなかった。観光物における9位の毒舌のせいも少しはあったろう。9位の歌劇は一曲を除いてすべてロシア語に作曲されている。その例外は、ジャンリ・シュパンの儀曲によるフランス語歌劇、海賊レ・フリバスティーヤである。 これは1894年にパリのオペライコールコミック座で初演されたが、4度上演されただけで失敗に終わった。主役のテノールの病気や、次にベルディのファルスタッフの上演が決まっていたこと、またワグネリズムの流行のせいも多少はあっただろう。存命中に成功した舞台作品は、一幕の気歌劇、マンダリーナの息子と三幕の歌劇、カフカスの捕一幕の マドモアゼフフィフィの3点である。海賊の他に存命中に、外国で上演されたキウイの歌劇は、カフカスの捕虜と、自動オペラ、長靴を履いた猫のみである。ロシア楽団におけるキウイの活動は、マリーンスキー劇場のオペラ選定委員会の委員職も含まれていた。だが1883年に、同委員会が、ムソルグスキーのホバーン・シチナの受理を拒否すると、 抗議の意味から、リムスキー・コルサコフと共に辞職した。1896年から1904年まで、ロシア音楽協会ペテルブルク支部の支部長に就任した。9位が生涯に知った数多くの音楽家のうちでも、フランツ・リストの影が大きい。リストは、ロシアの作曲家を非常に高く評価し、9位の歌劇、ウィリアム・ラト・クリフにこの上ない三次祭を送っている。キの著作。 ロシアの音楽ラミュージック e ヌルシエやピアノ組曲スイートポアピアノ作品21はローリストに検定されている。しかも9位の還元楽曲タランテラ作品12はリストの最後のピアノ用トランスクリプションの原曲となった。9位にとっての直接的な重要人物はとりわけ彼の音楽に献身的であった2人の女性であった。カズトは カフカスの捕虜のリエージュ上演が実現するように働きかけてくれたベルギーのメルシー・イコール・アルジャン島伯爵夫人マリー・クロテルド・エリザベート・ルイズ・ドリケでもう一人はモスクワで夫・アルカーディ・ケルジンと共にロシア音楽愛好会を設立したマリア・ケルジナだったこの団体は1898年からロシアの作曲家の中でも9位に格別の地位を与えていたのである 1857年にアレクサンドル・ダルゴム・イススキー・タクで、その声楽の弟子マ・リビーナ・バンベルクと出会う。同年に作曲されたスケルツォ作品1は彼女に検定されており、その主題は2つの恩命象徴によって、2人の出会いを暗示している。1858年に2人は結婚し、長女・リディアと長男・アレクサンドルの2次を設けた。リディアはアマチュア歌手となり、 アモレッチと名乗る勇敢階級の男性と結婚した。アレクサンドルは10月革命まで帝国上院議員であった。ロシア楽団における長い音楽活動の中で9位は数々の賞賛を勝ち得た。1880年代後半から1890年代初頭にかけて諸外国の音楽団体から名誉会員に選ばれ、1894年にはアンブロワーズ、 トマの好意的な提案により、チャイコフスキーの休止によって空席となったフランス学士院通信院に選ばれた。レジオンドヌール勲章も授与されている。1896年には、ベルギー王立文芸アカデミーの会員にも選ばれた。1909年から1910年まで、九位の作曲生活50周年を記念する行事が相次いだ。1916年に失明するが、 口述で作曲を続けることができた。1918年3月13日に脳卒中により他界し、スモレンスクのルター派墓地でマリビーナ夫人の隣に葬られた。1939年に害が掘り起こされ、5人組の同人を一つの墓地に揃えるために、ペテルブルクのアレクサンドルネフスキー修道院に埋葬された。9位の作品はほとんど全ての楽種にまたがっているが、 バラキレフやボロディン、リムスキー・コルサコフとは対照的に公共曲や公共詞を残さなかった。旧位作品で最も多くの数を占めているのは歌曲であり、いくつかの二重章や数多くの動揺が含まれている。ボレロ作品17のように歌曲のいくつかはオーケストラ伴奏付きのものもある。その上旧位はピアノ曲や弦楽詞重奏曲3点を含む、 室内楽も数多く手掛け、膨大な合唱曲やいくつかの還元楽曲を残したが、作曲家としての最大の野心はオペラに託していたようである。様々に規模の異なる15のオペラが残されている。9位の作品は、メルヘンオペラや童謡を含む子供向け作品の他に、以下の3つの特殊なカテゴリーがそびえ立っている。メルシーイコールアルジャンと伯爵夫人に触発され、 限定された曲、ケルジングループこと、ロシア音楽愛好家団体に、ゆかりの曲戦争絡みの曲作曲家9位の今日、置かれた立場に関しては、この数十年間で4つある児童オペラのうち、ペロー原作の長靴を履いた猫がドイツで幅広い人気を呼んできた。しかしながら、近年では、プーシキン原作の寸劇オペラ、国史病の時代の共演を含む、 旧作品の録音が、ますます入手しやすくなりつつあるという事実にもかかわらず、今日、旧の置かれた立場は、レパートリーに見る限りかなり低く、旧ソ連以外で知られているのは、もっぱらピアノ曲と、バイオリン曲、オリエンタル作品50から9、そしていくつかの歌曲に限られる。少なくとも大形式の楽種について言えば、取り立てて才能ある。 作曲家ではなかったとする定説がこの現状の根拠として引き合いに出されてきた。9位の才能は歌曲や器楽の商品に具現されているように雰囲気を瞬間的に結晶することにあると言われている。還元落法の能力も他のロシアの作曲家に比べて劣っていると言われてきたが、北が国史病の時代の共演などの録音からするとこのような特色に関して 九位の舞台作品を追跡することは、むしろ面白いということが伺われる。九位の作風は、他の五人組に比べると、さほど民族主義的でない。九位の歌劇は、プーシキンを除いて、ロシア文学を素材とすることに関心が薄い。しかしながら芸術歌曲の分野では、大多数がロシア語の詩に作曲されている。あからさまな民謡朝への試みは、歌劇、大位の娘や、 同様のほか若干数の歌曲に見受けられる。旧作品の数多くの楽譜は、全音音階や火声法において、19世紀、ロシア音楽の作曲様式上の好奇心を映し出してはいるものの、旧自身の作風は、クリンカやダルモムイスキー以降のロシア音楽の発展によりも、シューマンや同時代のフランス音楽に比すべきものである。よに作曲して、 音楽評論を書いていたとしても、キュ位は明らかにすこぶる多産な作曲家であり、コラムニストであった。音楽評論家としては、1900年に定期的な音楽評論から引退したと交渉しつつ、1864年から1918年まで、国内外の様々な出版物におよそ800点もの記事を寄稿した。批評対象は、演奏会や音楽会、新婦や、 個々人と多岐にわたっている。記事の大半は歌劇を扱っている。記事の話題は、1876年のバイロイトにおけるニーベルングの指輪の初公演から、ロシアの歌曲の発展、ロシア音楽、ピアノ音楽史に関するアントン・ルビンシュテインの講義などがある。9位がホルイ建築術について、数多くの著書や論文を発表したのは偶然にというわけでなく、 無論本職の一部としてであった。ロシア軍における地位に関する規約のために、初期の音楽評論の記事は、三つの星印を並べた、偽名によって出版しなければならなかった。しかしながら、ペテルブルクの音楽サークルでは、その著者が誰なのかは公然の秘密であり、やがて、ペテルブルクベドモスティ氏に、9位の音楽評論が載るようになった。音楽は独創性が大事であるとして、 モーツァルトなど、ベートーベン以前の音楽を見下す発言を取ったために、音楽界の虚無主義者というあだ名を頂戴した。9位のコラムは、あてこすりがつきものであった。評論家としての当初の目標は、同時代のロシアの作曲家の名を広め、特に、5人組の他の同人の作品を広めることに、あった。しかしながら、5人組の仲間でさえ、9位の文面の底かしこに、 否定的な反応に出くわさずに済んだわけがなく、とりわけ1874年のムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフの初公演は不愉快な批評がなされている。とはいえ、5人組以外のロシアの作曲家はしばしば国評にあいがちであった。これは少なくとも5人組が実践してきたような独学的な姿勢に肩入れするあまり、多少なりとも、 西欧流の音楽学校方式への不信感のなせる技だった。チャイコフスキーの再演されたオペラ、オプリチニークに通バを浴びせたのは、ほんの一例である。しばしば引用される毒舌は、ラフマニノフの公共曲第一番の初演に向けられたもので、9位は、地獄の音楽学校のために作曲された、エジプトの銃の災いを描いた音楽と罵倒した。これは、 アレクサンドル・グラズノフの拙た指い式による演奏の不守備をおそらく意図的に作品の性格と混同したもので、ラフマニノフはこの評価に精神的な痛手を受け公共曲の自筆譜を引き裂いてしまう。西欧の作曲家のうち9位はベルリオーズ・トリストの2人を進歩的であるとして評価した。ワーグナーの楽劇についての夢を褒めてはいるが、 ライトモティーフやオーケストラの優位といった方法論については同意できないとした。1860年代と1870年代には進歩主義への信頼を支持していたにもかかわらず、その後にリヒャルト・シュトラウスら若手のモダニストが登場すると一転して反動的な言説に表現した。9位のまさしく最後の評論集は情け容赦のない長老に他ならず、 未来主義万歳税とか、音楽家にならずして、現代音楽の作曲家となるための簡潔な指示、税、税といったザレ歌さえ残している。ありがとうございます。